ち着いてください、アイズさん。こっちからリュウさんも。状況がようやく見えてきた。ヘラファミリアの装具による暴走で追われているのはベル・クラミル、そして僕の二人だけ。ダーリー、追われる目標となったのが一般市民の神ではなく、どちらも冒険者だったのは不幸中の幸い。とはいえ相手は上級冒険者、ベル・クラネルの方はいつまで持つかはわからない。ダーリンってばー。しかし異物に込められた思いというのはカースとも異なりそうだ。アミットに開示を依頼しても打開に至らない可能性が高い。あっ、他の女の名前言った。浮気よね、浮気でしょ、絶対浮気。許せない。ダーリンが他のメスを見るなんて許さない。他のメスの名前を口にするなんてありえない。ダーリンは私との愛の巣にいればいいの。結婚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 。私の前でため息ついた。ああダメ、限定100。一体何考えてるの。いや、最初こそ取り乱しはしたが、自分でもこんなことを思うのはもう手遅れだと理解しているんだが、ヘラファミリアの遺物なんてとんでもない代物から始まったオラリオを巻き込むイレギュラーのはずなのに、なんというかな、僕だけ新鮮味がない。新鮮味？倦怠期ってこと？やばい、ダーリン君に飽きられちゃう。このままじゃ捨てられちゃう。もうこうなったら結婚するしかない。いっぱい愛し合って子作りして、ダーリン君を囲う素敵な家庭を作るの。胸の奥から込み上げるこの愛情はもう制御できない。ああ日常だ。言動こそ違えど僕の日常、逆に考えれば毎日がこんなイレギュラーだったのか。半ば受け入れてしまっていた僕にも問題があるのか、考えさせられる。何でもいいからとにかく今すぐ Go to wedding。 もうダーリンってば。さすがに四六時中この状態は問題があるか。あ、フィーさん。やあベルクラネル、僕は一周回って冷静さを取り戻してしまったよ。すっごい空虚な笑い方しないでください。なんか今のフィーさんも怖いですよ。で、そうじゃなくて、アイズさんとリュウさんにずっと追いかけられててどうにかならないんですか。期待に添えなくて申し訳ないが、この問題を解決に導く手立ては僕にはない。そんなフィーさんでも。だがこの状況を作り出した張本人がいる。さすがに全て放っておくほど無責任な神でもないだろう。神ってヘルメス様ですか。ああ、今は神が解決法を思いつくことを願うしかない。その間に僕たちができることと言ったら。僕たちができるのは死ぬ気で逃げるだ。神は死んだ。どうやら嘆いている暇はないようだ。行くぞベルクラネル。見つけたぞダーリン、 I love you。 待ってください、フィーさん。Thank you.
トルルーキーとブレイバーが大ピンチ。ガネーシャ危機一髪も辞さない考えだ。エル君とブレイバーか。まあ予想通りだな。 What? ブレイバーはモテモテだからなんとなく納得だが、なぜあの少年が。考えてもみろよ。ヘラの愛憎入り混じった強烈なラブコールを一身に受けていたのはあのゼウスだろ。ベル君からは同じ匂いがするんだよ、きっと。それは熱い風評被害ではと差し物ガネーシャも思ってしまうガネーシャだ。いけねえ。あの高校への育ての親と知ってるのは俺だけだった。ま、あれさ、ゼウスとは方向性が違うだけで様々な女性の心を乱してしまう星の生まれなのさ、きっと。なんかこう、道化的な。ベルクラネルはジェスターガネーシャだったのか。世界は広い。まだベル君は未完の少年だ。覚醒の時を迎えていない。だがいずれ己のそのモテ資質に気づくことも、あるいは俺たちのようにならないためにも、今は痛い目を見ておく段階なのかな。何勝手言ってるんだ。ヘルメス、君たちのバカみたいな儀式のせいでベル君がピンチになってるんだぞ。どうにかしろ。分かってるって。俺だって手をこまねいて見てるわけじゃない。なんとかヘラファミリアの思いを鎮める方法を。うわー、こんなこと言ってる間にベル君が無理やり婚姻させられたらどうするつもりだ。ベル君の誓いの言葉を誰にも聞かせたくない。お婿にもお嫁にも出したくない。ベル君は僕の眷属だぞ。誓いの言葉、その手があったか。は？何のことだい。カイジュのノリトさ。手伝ってくれヘステア、お前の力が必要だ。桃色ニクトリデを気づく前に私の形にその目をくり抜いてやるぞ、ダーリン。何言ってるか分かりません。ダーリン、約束は。ためらい傷の数だけ愛してくれるって言ったのに。一言も言ってませんから。ダーリンもお腹の子供も私しか愛せないよ。理想の結婚生活を。頭痛が痛い。いや、頭が猛烈に痛い。もう無理です、限界です。なんでアイズさんたちは疲れないんですか。ヘラファミリアの婚姻への申し入れは彼女たちに無尽蔵のスタミナを与えているのかもしれない。僕も結婚について思うことは多い方だけど、彼女たちの思いの深さには驚いているよ。僕、よくわかんないですよ。結婚なんてちゃんと考えたこともなかったですけど。でも、もっと平和で幸せな特別な関係がずっと続いていくような、そういう素敵なものだって思っていたの。君は若いね、ベルクラネル。だがそれが君の良さだ。
それがガネーシャだ。戻ってこい、リトルルーキーブレイバー。彼女たちを沈める方法が見つかったぞ。行くぞベルクラネル。はい。行け二人とも、ここは俺のファミリアが引き受ける。すまない、頼んだ。子供たちよ、数秒でもいい、時間を稼ぐんだ。 It's ガネーシャソウル。行きます、ガネーシャソウル。数秒ありがとう、子供たち。どけ、卑猥極まりない造面。ぬーん、どけと言われてどくわけにいかないぞ。元を正せば今回の騒動の原因はこの俺。ならばこの身と引き換えだろうが、責任を取るのが神の道理。俺がガネーシャだ。どいて。はい、どきまーす。お、こっちだ二人とも。彼女たちを沈める手立てが見つかったのかい。確実に沈められるかどうかはわからない。だが今はこれに頼るしか方法がない。どうするんです。カイジュのノリトだ。彼女たちの思いを解放に導いたのは浮気男への憎しみに満ちたセリフだった。言葉により解放されたのなら、同じように言葉によって沈めることも可能なはずだ。はずとは言うけど不確定すぎないかい。それにそんなものがあるならもっと早く試すべきだったと思うけど。そんなものはないんだよ。正確にはさっきまではなかった、だ。君たちが逃げ回ってくれている間に俺たちで作成した急ごしらえのでっち上げには変わりない。それが彼女たちの心に響くかどうかは、君の言う通り不確定な賭けってやつでしかないが。経緯は理解した。他の方法もなさそうだし、それを僕たちが読めばいいのかい。話が早くて助かるよ。今の彼女たちが執着しているのは君たちだ。その当人の言葉じゃなければ彼女たちは沈まらないだろう。それで少しでも可能性があるのなら早くしないと、アイスさんたちが。そうだね。座して死を待つのは僕の望むところじゃない。慎んで受け取らせていただこう、神ヘルメス。頼んだぜ、ブレイバー。これがカイジュのノリとか。どうしたんです、フィンさん。これは無理だ、僕には読めない。え？ベルクラネル、君が適任だ。この馬鹿げた騒ぎを終わらせてくれ。フィンさんにもできないこと、僕が。この世紀末的な破壊音は。見つけた、ダーリン。早く読めんだ、ベ
わかりました。これを読めばいいんですね。って、この内容は。君しかいないベルクラネル、君が全てを終わらせるんだ。フィンさん、ずるくないですか。愛しのマイハニー、僕のワイフは君しかいないぜ。僕だけの愛しの子猫ちゃん、ご機嫌斜めでどうしちゃったんだい。何か心配させちゃったかな。バカだな君は。本当は分かっているくせに。僕が愛しているのはこの世でたった一人、君だけなんだぜ。考えているのはずっと君のことだけ、思っているのはいつだって君のことだけ。恥ずかしいけど嘘じゃないんだ。君以外のことは何にも考えられないんだ。僕の世界には君だけいればそれでいい。お、聞いている、聞いているぞベルク。俺は聞いているのかい。戸惑っているだけじゃなくて。わからないが今しかない。畳みかけるんだベルク。その証拠に今ここに熱烈君だけ宣言発令。僕アイランドに住んでいるたった一人のプリンセス、君だけに告げるラブデクレーション、君だけ党の党首として宣誓しよう。 Only you。 過ぎて困っちゃうぜベイベー。チキン肌がすごい。言葉がおかしくなってるぜブレイバー。しっかり、だが危ういところだった。あんな姿を注目にさらしてしまっては、僕の願うパルームの復興どころの騒ぎではなくなってしまう。ま、ノリトの作成者にとっても、こっちの方が都合のいい展開だったみたいだけどな。作成者？あなたが書いたんじゃないのかい？俺があんなチキン肌フレーズなんて思いつくはずない。代わりを頼んだんだよ。自分が言われてみたいセリフを、自由に書いてみてくれと言ったんだが。どうやー、今のベル君のセリフを聞いたかい。ベル君があんなセリフを言うなんてさ。あー、もう誰か魔法とかなんやらで録音してないのか。もったいないもったいないもったいない。この機会に自分の欲望丸出しで楽しんでるみたいだ。聖火の女神も神だったか。うわあ！なんだ？何が起きた？嘘だ、嘘だ、嘘ばかりだ。そうやって耳心地のいい言葉だけ吐いて、どうせまた私を裏切るのだ。男なんていつもそう。君だけなんて信じない。一人の女を大切に愛し抜く男などこの世に存在しない。うわあ！このオーラは。カイジュのノリトが効かなかったのか。いや、むしろこれは逆効果だったか。ヘラファミリアの思念がさっきよりも強く前に出てきている。あんな恥ずかしいセリフを言ったのに。
恥ずかしいセリフとはなんだ。真面目に考えたんだぞ。あれ、神様が考えたんですか。ああ、おかげで僕はもう満腹さ。ごちそうさま。なんていい笑顔なんです。ティオネ、聞こえるか。ティオネ、殺す殺す、浮気男は必ず殺す。僕の声も届いていない。完全に体を乗っ取られたか。こいつはどうやら本気でまずいことになったな。ただ一人の女人への愛を遂げること、それがなぜそんなに難しい。いつも一緒にいるだけ、常に隣にいるだけ、ずっと私だけに語りかける、永遠に私だけを見る。難しくないよね。できるよね。できて当たり前。私だけを、私だけを、私だけを。おい、ヘラファミリアの闇が増してないか、ヘルメス。へい、どこ見てるんだ、君は。いやあ、西日が眩しくて。屋内だぞ。大丈夫。今すぐ拙速に求めたりなどしない。じっくり、たっぷり、骨の髄まで私を愛するようにしてあげる。私しか見えなくなるまで、ずっとずっとずっと待っててあげるから。二人きりでずっと。重い。さすが女帝の派閥。で、君は何をしてるんだ。見てごらん、つくしが目を出してるぜ。屋内だっての。おい、あれって悪夢が、女帝の地帯の悪夢が蘇って。逃げないとヤバいんじゃ。逃がさない。地獄の果てまで追いかける。獅子を砕いてでも愛の巣に。ずっと一緒、ずっと一緒、ずっと一緒、ずっと一緒。それが我らの婚姻。なんで。ベル君、なんでそんな苦しそうなんですか。あなたたちに何があったのか分かりません。それは確かに辛かったんだと思います。僕なんかが想像もできないくらい大変だったのかもしれません。でも結婚ってそんな不幸なことなんですか。僕はちゃんと考えたことないからわからないけど、でも結婚ってもっと素敵で優しくて特別な二人になること、ただそれだけでいいんじゃないんですか。女の人を悲しませるのは良くないことです。だから僕はここで宣言します。もし僕がその
大好きな人と一緒になって結婚できたなら絶対浮気なんてしません。一生その人だけを愛するって誓いますから。僕は結婚っていうものがそんなにも苦しいものだなんて思いたくありません。若いな。世間知らずの少年の言葉だ。だが聞いていて心地いい。我らは憎しみのあまり忘れていたようだ。純真な愛の宣言としての婚姻の言葉を。こんな男の人がまだいるんだね。いつまでもその純真さを忘れないでね、ダーリン。カイジュの森とか。俺たちがセリフなんぞ考えなくても君なら唱えられたわけだ。え、何の話ですか。というかどうなったんですか。ベル、私たちは一体儀式をしていたはずでは。リュウさん、アイさんにティオナさんも元に戻ったんですか。元に戻ったって何のこと。やはり僕よりもベルクラネルが適任だったか。さっきのセリフは僕では言えないよ。団長、何がどうなってるんです。なんか変なことでも起きてたんですか。いや、いつも通りだったかな。それよりその衣装似合ってるよ、ティオネ。今なんて。さ、儀式も終わったしホームへ戻るとしようか。今、褒めてくれましたよね。うんね。どういうことなのでしょう。私たちの身に何か起きていたのですか。もう解決したみたいです。本当によかった、二人が無事で。ベルくん。あ、どうしたんです神様。セリフを吐いたのですか。シルという存在がありながら。ベルがプロポーズ。プロポーズ、プロポーズって何。違いますってば。神様のせいで変な誤解が生まれてますって。君があんなセリフを言う相手は僕以外考えられないだろう。なら僕に言ったも同じじゃないか。それとも他に想定した相手でもいたっていうのかい。こんな浮気者。一体何を言ったのですか。包み隠さず教えなさい、クラネルさん。プロポーズ、プロのポーズ。ベル、どんなすごいポーズするの。ジョナンはなくならないか。やっぱり彼はあなたの孫だぜ、ゼウス。